マリンプロテクター型沿岸警備艇は、アメリカ沿岸警備隊の沿岸哨戒艇の環球。官名は主に海生動物に由来する。警備ランプからボートを下ろすユート CGC コチーと、麻薬密輸業者との戦闘や不法移民船、密漁船の摘発、捜索救難の支援を主な任務としている。アメリカ同時多発テロ事件以降、港湾、水路、沿岸部の紹介を通じて、 国内の安全保障業務にもついている。本型の設計は、ダーメングループのスタンパとマイナス2600に基づいている。主戦隊は、構成、上部構造物は、ロシア製のアルミニウム合金押し出し製経材によって作られている。なお、沿岸警備隊の他の新型艦艇と同様に、マリンプロテクター型沿岸警備艇もマルチジェンダー化が図られている。 乗船スペースが5室設けられており、標準では10名、最大で11名が乗船できるようになっている。主機関としては、V 型8気筒の6つ 8V396-94 ディーゼルエンジンが採用された。最高速度26ノットで航行した時の燃費は、毎時165ガロンである。本型の特徴が、搭載艇の着水、揚周装置である。 全民の82フィート型カッターでマルタとイエメンに似ていずつ売却された。ありがとうございます。